メルゼンビアはビールのスタイルの一つである。単にメルゼンと呼ぶこともある。仮面発酵のビール。3月を意味するドイツ語、MRZ が名前の由来である。ドイツでは南部の州、バイエルン州とバーデンビュルテンベルク州で飲まれている。使用されるビアグラスはマースと呼ばれる0.5リットルから1リットルくらいの大きめのビールジョッキ。 ミュンヘンのオクトーバーフェストでよく使用される。ビアスタイルガイドライン1208では、ジャーマンスタイルメルゼンとして以下のように定義している。冷却保存の技術が未発達であった中世では、衛生上の理由から、4月23日から9月29日の間はビールの醸造が許されていなかった。その期間、長期間保存するために、高アルコール度数のビールが開発される。 メルツェンもそうやって誕生したビールの一種であり、3月に醸造することから、3月ビールイコールメルゼンビアと呼ばれるようになった。19世紀半ばに、ウィーンの醸造家、アントン・ドレハーが、ウィンナーラガーを完成させる。ドレハーは、ウィンナーラガーの製造レシピを、ミュンヘンの出版店醸造所のガブリエル・ゼードルマイル2世へ送った。ゼドルマイルがこのレシピを元に、 新たなメルツェンビアを作り、オクトーバーフェストで売り出したところ、大変な評判となった。以降、メルツェンビアには、ウィーンバクガが使われるようになった。2011年時点では、オクトーバーフェストで提供されているメルツェンは、ピルスナーのような淡い液色を好む観光客の要望に合わせ、色が薄くなってきている。中世では、ビールの醸造が再開できる9月29日以降に、 秋の収穫を祝い、新酒を作り始めるために、ビール村に残っているメルツェンビアを飲み干して、空にするための祭りが開催されるようになった。これが、オクトーバーフェストの原型である。現代では、3月に仕込んだメルツェンビアを夏を越して、熟成させ、オクトーバーフェストで飲むことから、メルツェンビアを、オクトーバーフェストビールと呼ぶこともある。ありがとうございます。